グランドチャンピオンシップ決勝戦はアウソリティ VS ソウンです。まずは先攻後攻じゃんけんで決めましょう。最初はグーじゃんけんホイ、どちらで立ち位置変わりましょう。先攻ソウン、後攻アウソリティです。さあそして皆さんブースにご注目ください。なんと5人勢揃いです。俺はこの時代に生きてて本当に光栄だと思っております。ここで DJ セロイの登場です。さあそれでは先攻のソウにまずは5曲のうち1曲選んでもらいます。1曲目 DJ ホンダ。最高です。2曲目 DJ PMX。ありがとうございます。3曲目 DJ セロリー、イエーイ、最高です。 DJ ワタライ、ナイス、ありがとうございます。 DJ ケンセイ、おーナイス、全部やばいですね。どれでいきましょう、ソウン君。2曲目 DJ PMX。 そりゃそうだ、エリアエリアぶちかましてくれ。小説選んでもらいます。8小節4本、16小節2本、8小節4本。みんなもう 1% も体力を残すことなく声を上げろ。約何年経ったろ、2015、2012遡る。ベスト4の壁を越えたテクノボーがここでマイク掴んでるぜ。アウソリティ、ソウン、決勝、血と汗と涙の結晶。これはセッションじゃないぜ。ソウルトゥソウル、裸でぶつかってきやがれ。ソウルトゥソウル、コーストゥーコース、だから俺もこの場所。約何年経ったろ、いやわかるな、4年経ったぜ。ここで4度目、ポッドデーから今じゃこのビーツを乗っ取れ。来たぜ、錆びた方位自身が刺した先は未だ分からねえが、京都ナンバー、俺は青森ナンバー、あ、敗北を教えてくれたあの日に感謝だぜ。アウソリティは4度目、俺は3度目、3度目の正直、2度あることは3度あるとは言わせねえ。ハンドマイク使ってアウソリティがサンドバック、油断せねえ、ボコボコにしてやるよ。軽いイントガじゃねえな、腹から声を出しな、お前のその芯をバッキバキにぶち折ってらるぜ。そうだな、2度あることは3度あるよ、サンドバック。俺はただのガントバスだけのおたんこなっちゃねえってことだぜ。タンポハブなんか吸わなくたって、俺はシラフでラフでタブでこの前バージョンアップ。生かしてるレディックス、こいつが耳に浸透してくぜ、あんたの気持ち分かる。俺は去年が3度目の正直だけど、イージーじゃねえ、4度目の意地分かる。耳に浸透、しっかりしていく霧人情、大事に。お前とぶつかったこと忘れない。でも NASA なら俺ゼログラビティだぜ。宇宙まで飛んでいけよ、お前の鼻へし折ってやる。イケイケの若手な、これは経験の差だぜ。俺に見せろ絶景の眺め。経験の差、そいつも埋めていけんのさ。フリースタイルなら、あ、そのキャリア埋める。俺はフリースキル、あ、言いは踏むんじゃなくて踏みつける。この誓いがわかるかよ、無重力、ゼログラビティ。俺は言葉に重みちゃんと置いてるぜ。背負ってるものが多すぎて今年もステージから足が上がれないぜ。なあ、重力に支配されてるっていうことだろ。なあ、お前が背負ってるもの、俺が背負ってるもの、そんなこと言わなくても分かってんだよ。なぜならトラックはエリアエリア、みんなエリアを背負って戦うんだぜ。俺は京都代表、しょうもないよ、スパッと切る都の一刀流。そうだな、俺は重力に操られてるんじゃない、重力を言葉に乗せてんだよ。あんたみたいに逆らってるだけじゃない、俺はコントロール。あんたのライブよりももっとドープなのはこっち、わかる、その意味。俺もフットを背負った、だから青森の代表、地元、そこからのろしを上げた。今までの全てはこの日のためだ。
バッチリ決めてくれ。決勝戦です。行こう。まずは先攻総運、高校アウソリティ、延長。さあ、それでは立ち位置が変わりまして、先攻アウソルティ、後攻ソウン。まずは先攻のアウソルティにビートを選んでもらいます。1曲目 DJ ホンダ。2曲目 DJ PMX。 3曲目 DJ セロリ。4曲目 DJ ワタライ。5曲目 DJ ケンセどれでいきますか。禁断の惑星で DJ ケンセ。小説選んでもらいます。8小節4本、16小節2本。16の2で行こう。決勝戦延長戦です。立ち位置変わりまして、先攻はソルティ、後攻ソウル、ビートは DJ ケンセ、16小節2本シャープ、レディー。太陽なんてとうの昔に死んだぜ。今俺は照らすなスポットライトだけ。だからこそ煮込むありったけ。昼より眩しい夜もあるんだぜ。これ俺の曲の輪廻、第三の目よりも第三の耳、そいつを開いてまた来店してる。俺らにはない来世、回転セールみたいに安売りできねえ。今この場所なぜ16の2。俺は去年16の2で負けちまった。それは多分ムートンさんに負けたってよりも、そのかそいつを突破できなかった自分に負けたってことだ。だからそれを超えていく。今この瞬間、この瞬間、背にしていた過去さえ今振り返り、今歴史の色さえ塗り替えに聞いた。太陽は死んだけど、俺が今日今夜太陽になるから。昼より明るい夜、知ってるそんなこと。幾度の夜を越えてきた俺、第三の目がなくても二つの目で見えてる。 Yeah、 ポポが太陽で俺が月、ポポと二人三脚で来た。これはポポと珍道中、俺は都の一刀流。 Feel so good、 親指立てるぜ、アウソリティ。16人男だぜ。 Yeah、 心だけしっかり大事、言葉だけじゃねえ、体で表現。 This is hip hop、 全員ジップロックして家に持ち帰れ、宇野星。バカ、生の方がいいだろうが。男だぜ、だから俺も今日なる努力の王様に。観客席大騒ぎ、ビリビリしびれるぜ。あんたのこともディスりたくねえぜ。確かにイケてる先輩とイケてる後輩でイケてるセッションができてる。こいつに今は感謝してる。だからこいつは仕方ねえんだ、切り替えがなければ勝てねえってことも知った。自然とバトルには痛みがついてくる、それを乗り越えて王者が板についてくる。そこをついてる、あんたの体力そこをついてる。分かってる、こいつはハイテクなアイテムじゃねえ。ハイセンスにいつだってアイレップ。おい、何年続けてると思ってる。体力尽きてからがビーボーイだぜ。味噌汁の年季なめんな、ネバーシャレンダー。止まったカレンダーめくりに来てんだ。ジレンマを感じながらだぜ。いや、お前のことも愛してる。でも刺すのさ、俺たちは殺し合って今日の一番決めた後、この UMB が全ての一番になれば、ヒップホップ全員俺らが勝利することだぜ。 You know say、 わかるか、俺たちはどこまで行っても同じ穴の無地な、同じ釜の飯ひたすら食うんだ。そこ尽きる前にてっぺん行くぜ。決めよう、決勝延長戦です。行こう。まずは先攻アウソルティ、続いて後攻ソウン。まずはアウソルティ。行こう。レディーチャッチ。